8月6日どんな日かご存知ですか？広島に原爆が落とされた日なんですよね。でその翌日の新聞の我々は見てね、どういう新聞かというと、はい、これですね。これに広島に登壇ってあるんですよね。これ昔の新聞、西日本の新聞なんですけど、でまた別の新聞では新型爆弾という表現をしてました。原子爆弾と言わないんですよ。日本の大本営ご存知ですよね。軍部のこの情報を発信するところ大本営で、それが発表したのはアメリカ の B-29 が新型爆弾を投弾したと。で新型爆弾には落下傘をつけていると、パラシュートですね。でそれを1個落とした。そしたらその被害は甚大な被害を被った、それだけ、他何も書いてない。で我々それ見てね、一体何が起こったかわからない。でそれずっとずっと後になってから原子爆弾という表現が使い出されたんです。で当時は大本営のこの感染情報管制のもと、その原子爆弾という言葉は使われないで、新型爆弾で、新型の爆弾をどうやって防ぐかということ、敷布をかぶせておれば大丈夫という、ひどい話でしょ。敷布、白いスーツね、シーツ、それを体にかぶせたらその放射線から光線から防御されると、で体を守れると、そういうような表現の新聞もありました。でここでは広島に登壇で、この字が小さいから何書いてるか、これは被害甚大以外に何も書いてないわけです。で実際その日にも10万以上の方が亡くなってるわけですよね。そういうようにこの日本の新聞は今の何かな、ロシアの新聞に負けないぐらい、なんかあらゆることを隠蔽してる、かぶせてる、で人民に知らせていない。そういうわけでこの日から空襲、以前は B-29 とか偵察機が1機が2機来たぐらいでは空襲警報にならない、警戒警報で終わりで、普通は敵機が来ると、敵の飛行機が来るとまず警戒警報が出る、そして後から航空機が、敵の航空機がたくさん来ると今度空襲警報になる。で一機の場合は警戒警報で終わっちゃうんですよね。ほんと毎晩のように空襲があるんですよ。で空襲があるともう叩き起こされて、みんな防空壕へ入らないか、そういうことで、警戒警報で終わればもうすぐ問題ないんだけど、今度この広島に原爆が落とされた、たった一発で広島が全滅したっていうことに、その後 B-29 が一機来ても空襲警報だから、毎晩空襲警報なんです。だからもう昼間は眠くてしょうがないんだけど仕方がない。そういうことでとうとう8月15日のこの終戦の日を迎えたわけです。そしてその日、生まれて初めて天皇、昭和天皇のやる玉音放送がありました。で玉音放送、このこういう机を、長い机に白いシーツをかぶせて、上に小さなラジオを置いて、で我々はその前に整列して、そのラジオに最近12時になった時に日本の放送局からいろんな説明があった。でその頃に我々は初めて天皇の放送があるということを分かったわけです。そしてそのラジオに再敬礼して、でこの頭を上げて会釈し、頭を下げたままそのラジオを聞いてたわけですよね。でその、もういわゆる終戦の詔書というの、ここにこの終戦の詔書のこれがあるんですけどね、皆さん聞きますか？これ今これかけられないわな。 CD は無理です。 CD 無理だろ。
できる。まあ、皆さんのご意見どうですか。だからこれ終戦の詔書、これはもうしょっちゅう聞いておられるからお分かりのことと思いますがね、沈深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、異常の措置をもって自局を収拾せんと欲し、ここに中央なる難事神秘に次ぐ、ここから始まるわけです。そしてあとも難しい文句だらけで、何を言ってるかね、何をおっしゃってるかわからない、ね、そしてずっと後ろのになると、あ、ここにね、今後帝国の受くべき苦難はもとより尋常にあらず、難事神秘の中央も、何が中央かは字を見ないとわからないですけどね、朕よくこれを知る。しかれども、朕は、朕というのは天皇のことですよね。朕は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲す。この言葉を聞いて私、あ、これも戦争終わったなと気がついたんで。で、あとまだいろいろ話、長いんですけど、この言葉で、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、これは非常に有名な言葉になる。それと我々の下士官や上官たちがすすり泣き始まりました。で、我々兵隊は何のことかさっぱりわからない。で、聞いて、ただ戦争にが終わったということで、終わったのと負けたという感じがね、本当は全然違うんですよね。戦争は終わった、平和に終わればいいけど、負けたら今度は敗戦国としてどういう運命になるか誰もわからない。そういうことで、終戦の日はそれで一応収まったんですけど、それから数日後解散です。その先ほど書いたこの収容整備要請書ですね、それが解散になったわけ。なんとね、退職金も何もない。缶詰、酒の缶詰、小さい缶詰を5つぐらいもらって、それが退職金。そういうことで、いわゆるお笑い箱。だ、本当にひどい話ですよね。ところも戦争負けたら、もうあとはもう何をか言わんや。もう日本中がそんな調子なんだ。それから汽車の切符を買いに、横浜駅まで行ったんですけど、一晩中並んでやっと手に入れた。そしてその翌日に汽車乗って東海道線を下っていったわけで、また天理中学にも戻ったわけです。そういうようにこの終戦の時は何が何だかさっぱりわからない。ただ一つ記憶にあるのは、日本の当局、政府ですね、戦争が終わった、で、皆さん、国民の皆さん、伝統を明るくしなさいと。で、当時は空襲中で灯火管制というのがありまして、灯火管制ご存知？窓、こういったガラス窓が、日本の家屋に見る窓がありますよね。で、そこに全部プロのカーテンを敷き詰めているわけです。だから全国で1億もの人口の人たちが使うそのカーテンの数量というのはものすごいですよね。で、そんなものを外しなさいと。そして電灯を明るくつけて、で、これからもう戦争が終わったんだから、もっと明るい気持ちで日本の再復興に全力を挙げましょうということを政府はこう国民に呼びかけたわけです。ところが今になって思い出すんですけど、この間日本では節電の呼びかけをしてましたね。と、空襲中どういうわけか、日本の至る所で停電がほとんどなかった。不思議です。だから至る所、だから軍需工場でもちゃんと電気があった。電気がなければもう生産できないですよね。で、そういうことで日本のその配電設備は本当にあれはもう世界一だと思います。ところが今需要者、日本では電気を使う人のことを需要家と言ってます。それ専門用語で需要家という言葉がありましてね、需要家がもうものすごい数
の書体があるんですけど、だけどこう停電が非常に少ない、まあ、台湾でも非常に停電が少ない。だからこのもし台湾がウクライナみたいに戦争が始まったら、私が一番恐れているのはこの停電ですよ。今停電をされたらもう皆さんこの携帯は全部使えません。今こう充電するのは電気があるから充電できる、停電したらもうその充電するものもない、せいぜい電気自動車の電気ぐらいなもんで、それも1日か2日過ぎたらもう電気全部消えてしまう、なくなってしまうでしょう。一番恐ろしいのはこの停電じゃないかと思います。そういうことで日本の終戦後停電がほとんどなかったということは非常に素晴らしいなと思います。さてそれから私ども、私が天理中学に戻ってあと1年、まあ、修学することになるんですけど、その1年ほど前に同窓に 一級上の同窓に誘われて名古屋へ帰国の待機に入ったわけです。で名古屋に彼のおじさんが名古屋工業専門学校に修学してるんで、そこにアパートがまだ部屋があるからそこを借りて台湾に帰ることを待機しましょうということで、で名古屋へ行ったわけです。で私の姉からいとこの姉が2人4人でその名古屋を移って終戦後台湾に帰るまでそこで暮らしていました。で終戦したさて台湾の地位どうなるか、そういったことについて全然関連がないんですね。で終戦したら台湾がどうなるか、新聞には出ているんでしょうけど、そんな新聞読むほどなんですかな、けなげな気持ちもなくて、台湾がどうなるか、ただ中華民国に復帰するということは分かってた、で戦勝国ということも分かってた。だからその戦勝国ということは非常に気分がいいですよね。先輩国に敗戦国に比べれば、で我々の同郷の人たちがすぐに華僑総会というのを組織して、で名古屋にもそういう華僑総会があって、そこに加入を進められて、で全部このアルミのこれぐらいのバッジをもらうんです。それから身分証明ももらう、で中華民国の国民と書いてるわけですよ。それ見ただけで、これ気分がいいですよね。まあ日本の人たちはもう食料困難で非常にもう明日の生活もどうなるかわからんような時代に、我々はもう戦勝国として特配をもらえるわけです。特配、特別配給で、お米もよく日本人よりずっと余分に、お米、砂糖、バター、缶詰、こういったものを毎月もらえる。そして乗り物、電車も全部無料。そして映画も寄席行く寄席で見るお芝居も全てみんな無料なんです。まあそういったことで1年間は、まあ、あたかも天国にいるような生活でした。まあ食べ物は結構それで十分ですから、お米の余ったお米、余ったお砂糖は売ればいいから、で売ったお金で何をするか、なんかいろんな珍しい食べ物を買って食べるぐらいなもんで、そういうことで私はしばらく何ヶ月分かの砂糖を貯めて、その砂糖を持って今度東海道線を今度上京したわけです。横浜へ行ったわけです。で砂糖をその先ほど申し上げたこの鏡さんのところへお届けしたわけですよ。ここへね、まあ長いことお世話になったそのお礼返しにお砂糖を届けたわけです。そしたらおばさんがね、非常に喜ばれて、文雄さん、私のその時改姓名しておりまして豊島文雄という名前だったんです。で文雄さん、
後でコーヒー入れてあげるからね。でコーヒーなんてこれ何年間飲んだことがないんですよね。で当時日本人が飲むコーヒーは砂糖を入れないコーヒーっていうのは飲んでる人いない。今みたいにブラックっていう習慣がなかったんですよね。全部砂糖を入れて初めてコーヒーを飲んでたと。ところが1日経ってもコーヒーは出てこない。2日経ってもコーヒーは出てこない。そしたらおばさんが、あ、文雄さん、もう間もなく台湾帰るんだから、台湾帰ったらもう飲み放題でしょ。もうここはちょっと節約して、コーヒーを出してくれなかったわけです。まあそういうように、当時日本でも非常に社会が一番困ったのは食料不足。ですから、あらゆる人が全部ね、闇の買い出しに、リュックサック下げて電車乗って田舎へ買いに行くと。で当時映画でもそういう、場面が映されてました。で奥さんがそれは警察官の奥さんなんですよね。で家庭の生活のために闇の買い出しに行くわけですよ。それを摘発しているのが旦那さんだったんです。でとうとう運悪く奥さんのがその警察に摘発された。で旦那さんはね、お前なんていうことしてくれるんだ、お前のおかげで俺立場がなくなっちゃったと。警察官の奥さんでしょ。それが買い出しに行ってると。そしたら奥さんがね、あんた明日何食べられるか分かってんのかと。お米ないんだよ、おかずも何もないんだよ。でどうやってこの家族を養ってくれるんだと。まあそういうような時代でした。だから当時ある歌が流行りました。日本の選挙権、終戦までは女性に選挙権がなかったんだ。で終戦と同時に選挙権を、まあ、女性にも与えるということで、ところがその戦争はそんな選挙権なんかどうでもいい。だから選挙権よりも味噌か醤油がもらいたい、そういう歌がありました。女房めいわく選挙権よりも味噌か醤油がもらいたいっていうような歌がね流行りました。で警察官取り締まりに行く、そういった摘発先で小学校の校長先生が引っかかる、そういう場面も映画になってました。でその学校の校長先生はもう潔白な人なので、家にお金もあまりない。であるのは腕時計だけで、腕時計を持って田舎へ買い出しに行って、百姓のところへその何ですか、お米を売ってくれと。そしたら百姓は、あんた何持ってきた、腕時計をこれをあげますからお米売ってください。そしたらそのお役所さんどうしたかというと、腕をまくったらね、腕時計がこう腕にいっぱいくっついてる。右腕も左右の腕も、今度はズボンをまくり上げたらこう足にまで腕時計つけてると。まあ、それは喜劇でしたけどね。まあ、そういうようにこう日本戦後は一番厳しかったのはこの食生活なんですよね。はい。